はい、おはようございます。20センチ。もうちょっといけるか。はい。今日はですね、日曜日で、選挙の投票日です。衆議院選挙。選挙はみんな行こうって言って、この動画が出る頃にはもう選挙は終わってますけども。で、投票所はもう歩いてすぐなんですけど、選挙に行く前にちょっと試してみたかったこれをやってみようと思っております。これは何かと言いますと、黒色よみがえるブラック&ファイバーリフレッシュ、衣類のカラーリング&ダメージケア、黒復活シートメイドインジャーマニーっていうことで、ドクター・ベックマン。要するにですね、ちょっと白くなっちゃった黒い服とかをまた真っ黒にしてくれるっていう魔法のシートみたいな。まあ、要するに染め直す簡易染料みたいなことやと思うんですけど、それを買ってみました。で、昔から僕黒い T シャツすげえ多いんですけど、昔からなんかこう、なんやろな、ほんまなんやろ。黒い T シャツって白くなっちゃうのがすごい嫌で、それが改善されるんであればと、ドラム式洗濯機を買ったりとかしたんですけど、まああんまり改善もされないみたいな感じで、色あせ。本当に悩みの種やったんやけど、こういうものがあるんやっていうことでですね、なんかのサイトで見つけて買ってみたわけです。で、これによると、黒い衣類を集めて洗濯機へ入れ、洗剤を入れる。1回の洗濯の目安は3キロ。洗濯機にシートを1から3枚入れる。枚数が多いほど色が濃くなり、毛羽立ちがスムーズになります。黒色を長持ちさせるために定期的に1枚入れて洗濯してください。洗濯が終わったらシートを取り除き、ゴミ箱に捨ててください。で、注意事項として、必ず衣類の洗濯ラベル、洗濯機の取扱説明書をご確認ください。黒い衣類にのみ使用することをお勧めします。洗濯の量が多すぎると効果が出にくくなります。温度に関係なくどんな洗剤、柔軟剤とでも一緒に使用できます。一度に使う最大枚数は3枚までにしてください。一度使用したシートは使わないでください。酵素が含まれているのでアレルギーの原因になることがあります。うんぬんとあります。で、一番この重要であるであろう、このグレー帯のラインのところ。グレー帯のところですね。一度に2、3枚使用した後は、洗濯槽に色素が残っている場合があるので、40度のお湯で衣類を入れずに空洗濯するか、次回の洗濯を色の濃いものだけにするようにしてください。空洗濯するときに、ドクターベックマン洗濯槽クリーナーサービスイットを使えば洗濯機のメンテナンスにもなりますと。まあ、要するにちょっと残っちゃうかもしれませんよということだそうです。で、まあ、T シャツとかではあるのですけど、一応僕が一番やりたいのは、この、ヤエカのズボン。これがもう超色あせているわけなんですよね。これをぜひちょっとやってみたいのと、あと、ずっと気に入って着ている、あまりにも気に入って着すぎてて、この、くたくたになってしまったネム T シャツ。そして、これも気に入って着ているがゆえに、くしゃくしゃになってしまった。ニューオーダーの2005年北米ツアー T シャツ。まあ、行ったわけではないんですけど。これも気に入ってたけど、ちょっと色あせていると。で、あとまあ、黒いパーカー。オーチバルの黒いパーカーとか。もうこれもまあ、ちょっと色あせてるよねって感じなんですけど、本命が、このリュックサック。これがもう何て言うのか、もうみすぼらしいレベルで、もう、
毎日持ってるのもあるんですけど、もうみすぼらしいレベルでなんか色あせているので、これをやりたいんやけど、そもそもリュックって洗濯機かけていいのっていうのもあるんですが、まあでもちょっとこれを持ってる方が多分失敗するリスクよりもこれを持ってる恥ずかしさの方があるのではと最近ちょっと思ってるので、もうかけてしまおうと思います。はい。で、何枚入れるかやけど、3キロという話やから、まあ2枚ぐらいで一旦様子を見ようかなと思います。どうなるかお楽しみに。はい、物としてはこんな感じですね。こんな感じのシートが10枚入っている。で、まあ、入れれば入れるほど濃くなるらしいが、一度に入れるのは3枚までにしてくださいということだそうです。まあ濃くしたいのもあるので3枚入れる？まあでも2枚でいいか。量は多分そんなに多くないので2枚でやってみます。リュックはちょっとマジでみすぼらしいのですけど、どうなんやろな、これ閉めた方がいいんだろうか。ちょっとチャックとかを全部閉めてやっていきたいと思います。本当はなんか買い替えてもいいんですけど、なんかこう買いたくないんだよね。まあ MacBook Pro 15インチが入るリュックってのもそんなないっていうのもあるんですけど、なんか買い物をそもそもあんまりしたくないっていうのもあって、あるもので賄いたいということで、まあ、こいつの出番となったわけです。まあ、こんな感じでちょっと入れてみたいと思います。よ、よいしょ。シートを入れて、蓋を閉めて。緊張するな。はい。回り始めました。大丈夫だろうか。というか、あのファスナーが大丈夫なんだろうかっていう感じもしますが、まあしゃあないな。終わりました。ちょっと回収、まあでも濃くなってるんかな。ちょっと染まってる感じはしますね。というかだいぶ染まってるな。黒くというか青く染まってる感じ。あ、シートはすごい真っ白になってる。あ、そしてリュックが一番なんかいい感じになってる。あとはなんかどうなんやろうって。ちょっと乾いてみないとわかんないけど、リュックはかなりいい感じになったな。はい、干し終わりました。見た感じ、まあ、乾いてみないとわかんないけど、リュックはかなりいい感じになりましたね。もっと早くやっときゃよかった。そして一番やりたかったズボンがちょっともう一つ真っ黒って感じじゃないんですけど、 T シャツ2枚は結構なんか濃くなった気がします。パーカーも、まあ、2枚っていうのがどうなんか
どうやったのか分かんないですけど、ちょっともう一回ぐらいやってもいい、ズボンとかもう一回ぐらいやってもいいなって気します。が結構なんかいいな。はい、ということでレポートでした。ドクターベックマンのレポートでした。シトロエンの DS がすげえ。よいしょ。あ、なんか肌色のやつが出た。え、これみんな一緒なんですか？あ、違うね。これ、あ、色が違うってことか。あ、そうなんですね。はい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 。あ、顔面パンチのやつ。やった。これが良かった。Vlog を撮ってて、鈴木さん、鈴木ひろゆきさんの展示です。なんかね、毎日、記録をと残しとこうと思って。ありがとうございました。ありがとうございます。またぜひちょっと。またゆっくり。あ、ここね、なんか、12月の、うん。長いの日曜日。うん。本田林の。うん。家具道場。家具の工場。あ、ひょっとしてあれ？かなた製作所？はいはいはい。ここに、うん。イルミネーターの高山さんから声かかって、はい、なんかマーケットみたいな。マジっすか。裏声で呼ばれた。近い近いから出ようかな。僕知り合いがそこで職人やってて。あ、そうなんですね。あ、なるほど。スイッチ。あ、なんかあります、うん。なんか割とシュッとした。割とシュッとした。うん。そうなんや。うん、あ、じゃあぜひ。なんか最近はなんか細かに住んでる。そうなんや。地元トーク。え、マーケットがある。マーケットやるらしい。誰が出んのかはまだ僕は全然知らされてないです。鈴木さんはなんか似顔絵とか。うん、もう多分似顔絵、もうグッズとかはもうこんなにしかないから。鈴木さんの展示でした。どうすっかね。久しぶりの空堀商店街。マジで何年ぶりかなって感じです。ライフできてるし、ライフでもあればめちゃ便利だったのに。さやは今日も混んでる。ちょっと行くのが怖いんですけど、買い物しちゃいそうで。せっかく近くに来たので谷の記者さんにちょっと寄っていこうと思います。こんにちは。